衛星写真。上が、イビサ島、下がフォルメンテーラ島。フォルメンテーラ島は、地中海西部のバレアレス諸島にある島。イビサ島の南約6キロメートルにあり、イビサ島などとともに、ピテューザス群島を構成している。行政的には、スペインバレアレス諸島州に属する。島全体で一つの基礎自治体であり、2002年調査時、の人口は7461人である。 カタルーニャ語の方言が話されており、公用語はカタルーニャ語とスペイン語である。2007年にはウィンドサーフィンのワールドカップの開催地となった。島内の主な村はサンフランセスク・シャビエル、サンフェランデセス・ロカス、エルピラール・デラ・モラト・ラ・サビーナである。イビザ島からの船のみで行ける静かな島であったが、スペイン本土からの観光客が増加したため、 本土からの直行線がやってくるようになった。多くの美しい砂浜を持ち、裸での日光浴が許可されている場所もある。フォルメンテーラ島の北には小さな島エスパルマドール島がある。引き潮になるとエスパルマドール島とフォルメンテーラ島は狭いサスデリク続きになる。島の名前は国葬地帯を意味するラテン語フルメンタリウムから派生したと言われてきた。フェニキア人。 古代ローマに支配され、その後シゴート王国、東ローマ帝国、バンダル族、アラブ人と目まぐるしく支配者が変わった。カタルーニャ人に征服されて、アラゴン王国の一部となり、中世にはマヨルカ王国に属していた。1529年のフォルメンテーラ等の戦いで、オスマン帝国領となる。ありがとうございます。